これは家の北側の垣根近くにあるムサドワーフナンはバナナの親株ではなく子株なんですね。まあ、例えばここに見える1、2、そこに3本目のうちのこれが親株で、これとそちらのは子株ですね。で、この親株に相当するものはここから掘り上げて、そして子株を残して親株の芋を逆さ上にして子株を何本か出すという目的で掘り上げて、これからここからサンルーフの方に移って、この子株の親株の芋を撮影しようと思いますので、一旦撮影日をここで停止します。サンルーフの方に移ってきました。そしてここにあるのが先ほど撮影しましたムサドワフナンワーの子株の親株です。で、ここにですね、まあ、水面がはっきり映っていますね。他にも、まあ、こういうところとかですね、あとそちらとか、おそらく最低5、6本は地上子株になるような水面が準備されていた親株ですね。で、それを上の家系を切断してですね、そうしてに置いてるんです。つまりこちらからですね、親株の家系が出てて、そうして先ほどの子株とつながっていたのはここですね。で、下になっていたところをくり抜いて、単なる神経の逆さ上だけじゃなく、ここに、まあ、例えばマンゴーをはめ込んで、できればそのマンゴーとこのドワフナンワーの親株の合体苗を作るのに成功すれば、将来的にこのドワフナンワーのムサドワフナンワーの逆さ上とマンゴーの合体苗からドワフナンワーの子株が成長して、そうしてもしこのマンゴーがですね、ここに組み込んでですね、これをひっくり返して逆さ上にして、まあ、例えばその芋からの水芽が地上子株になるのを観察しやすいような下方が透明のポットが市販されていますので、それに植え込んで、そうしてこのマンゴーがですね、
発根出葉して、いずれこの逆さになっている ドワフナンワーバナナの親株の逆さの上の方から出葉してくるというのを確認できれば、いずれここから出る新規子株ですね、単なるムサドワーフナンワの子株だけじゃなく、これはアーウィンマンゴーだと思うんですが、マンゴーのゲノムを取り込んだ一体苗からドワーフナンワの果実も、それからマンゴーの果実も両取りできるというふうになるはずなんですね。まあそういう仕組み、仕掛けを持ったムサドワーフナンワの芋の、親株の芋の逆さ植えとマンゴーの組み込みをこれから作業しようと思います。このようにムサドワーフナンワの親株の神経をひっくり返して逆さまにしてですね、特殊なポットに植えて、今ここは汚れていますが、この下の方にマンゴーを親株の上方にあった神経から出ていた花茎をくり抜いたところにはめ込んで、ムサドワーフナンワーの立場から言うと逆さ植え、親芋の逆さ植えにの中心にですね、中央にマンゴーを果実ごと組み込んで、どちらもというのはムサドワーフナンワーの親株についていた、もうすでに生成されていた地中水芽と、それからマンゴーの同時成長を狙った栽培法です。まあある方にですね、山のバナナ畑で用済みの親株の芋を掘って逆さ植えにすると、その時点で生成されていた地中水芽が力強く育つという話をしたら、まあ大変興味を持たれたのですが、まあその時は中心にマンゴーを組み込むという話はしていませんでした。これはまあ私の趣味で、2種の果樹を1本の合体苗から両取り、成果を両取りするという目的で、これからここに用土を入れて、あとは成長するのを待つわけです。まあ他にもですね、例えばこれなんですが、これはですね、ラベルに書いておいたのを見ると、3月28日にドワーフナンワの、まあ、水芽を持っていた株、親株、その時点では地中水芽は当然
土の中にしかなかったんです。それでこれがこれのこういう子株ですね。1、2、3本を出してきていますね。ここの親株の芋の四隅にですね、まあ四方向にレッドドラゴンフルーツの果実ですよ、果実の輪切り4個を1234と配置しておいたんです。下の方にですね、土の中にですよ。そうして出てきたバナナの子株はまあ普通のドワーフナンワの子株と何も変わらないように見えますけれども、実際にはですね、地中のレッドドラゴンフルーツの中にたくさんある種、種子ですねを吸収しながらここまで成長してきているわけです。もう一本子株が出てくるかもしれませんがね。そうするとこれは単なるムサドワーフナンワの子株ということではなく、レッドドラゴンフルーツのゲノムをもしかすると組み込みながら成長しているムサドワーフナンワの新規子株ということになるわけですね。で、それを例えばもうちょっと根がはっきりしてきた時点を狙って この親株から切り分けて、そうして単独で植えて、その後どのように育つかを見るムサドワーフナンワーとレッドドラゴンフルーツの合体苗、新規合体苗を育成していく、まあ栽培例の一つなんですね。それまあ例えばね、ここにアップルバナナの小さなバナナハートがありますね。これはですね、単に土に植えたんじゃなく、ちょっと根元を引っこ抜くと、このようにバナナハートの軸の周りにレッドドラゴンフルーツの切片を置いて、そこにこう差し込んだんですね。これもアップルバナナと、それからレッドドラゴンフルーツの合体苗、合体新規苗を作る栽培法の一例なんです。まあこれはまだ仕掛けて数日ですから、今結果がどうのこうのとは言えませんけれどね。さてこれに用土を入れて、あとは成長を待つところの姿にまで仕上げてからもう一度撮影しましょう。このように用土をいっぱい入れて、ここにラベルをまあつけておきましたが、ムサドワーフナンワの親株の新茎逆さ植えで、下の方にはですね、マンゴーを組み込んである
という意味のラベルですね。他にもですね、例えばこれはブドウ苗ですが、ブドウ苗をですね、ブドウ苗の房をですね、こういう房を、例えば小玉スイカとかバナナの太い神経をカットしてくり抜いたところにですね、神経じゃない花茎ですね、花茎をカットしてくり抜いて、こういうブドウの一房ぐらいを植え込むとかして、スイカあるいはバナナとブドウの両取りをするとか、とにかく複数の果樹の果実などを利用して一本の新規合体苗から果実の2種の果実、もちろん3種ということも考えられるんですが、まあ私もやってみてはいるんです。で、基本的には2種の果実のから果実から得られる新規合体苗を育てて、そうして1本の苗から2種の果実を両取りするというのが、東南アジアのを中心にした熱帯国では当たり前に行われているわけですね。もちろん中南米でもそういうことは行われていますし、インドとかアフリカでもそういうことは行われています。日本ではそういうことはめったに行われたことはないんじゃないかと思うんですね。多少あるかもしれませんがね、日本ではなんか果樹というと接ぎ木苗の世界みたいになってるんですね。で、接ぎ木苗だからいいかというとそんなことはないんですね。例えば根が強い台木の上に美味しい果実を得られるホギを継いで、そういう接ぎ木苗を発売しますと、それは未生苗よりもものすごく高い値段で売られているわけですね。もしね、第2の根の地中からの用水分の吸収率がいいということで第2を評価するなら、例えば向かいには、まあ、他の方の梅畑があるんですが、南高梅の苗木というのはほとんどが接ぎ木苗として販売されています。で、もし苗木の用水分吸収率をどうこうというなら、南高苗の栽培はですね、まあ、有機農業認定のを推進している JA が肥料も打って、肥料を使うと栽培者は農薬散布が必要になります。みなべ町では一斉消毒があちこちで行われますがね、そうすると、まあそういう作り込まれた私にとっては良くない肥料を使うと農薬の一斉散布に組み込まれてしまう。で、農薬は地中に落っこちて、それを南高梅の苗木が吸収することになりますので、果たしてそういうものが世界遺産に登録されているような立派な植物栽培法だろうかと私は非常に疑問に思います。ですから、接ぎ木苗だからいいという考えは
改めた方がいいと思うんですね。肥料を使えば農薬が必要になる。そして一定期間は除草剤も許される。除草剤の使用も許される。そうすると農薬と除草剤をが染み込んだ地下水というのは非常に汚れているということですね。それが世界遺産に登録されているみなべ町の梅栽培として知られているんなら非常にまずいことではないかと思うんです。ですから有名だから健康食品だとは決して言えないんですね。私なんかこういうものを栽培するときにですね、肥料は使わない、農薬も使わない、除草剤はましてや使わない、自然の太陽の日照と降雨雨ですね、それから自然な畑に住んでいる虫とか微生物などの総合的な働きによって作物を栽培しているだけで、まあ例えばここにジャポチカバの花が咲いてきていますよね。こういうものを栽培するときでも肥料を使わないわけです。私はもちろん農薬は使わない。除草剤って言ったってこんなこんなのに除草剤いりませんからね。手でもし引っこ抜きたかったら引っこ抜いたらいいんだし、引き抜く必要がなかったら草は生やしておけばいいわけですしね、花も咲きますしね、実もなりますしね。まあこういうあれこれの合体苗を作る時でも肥料は何も使いません。もちろん農薬も使わないわけです。除草剤なんか使う場所がないですよね。ですから栽培法は一から全て見直しをすべきではないか。お金を出して買うものが美味しいと勘違いしている消費者の皆さんにも責任はあると思いますが、だったらば買うだけじゃなく、できれば自分で栽培して、もし場所がまあうさぎ小屋のベランダうちはうさぎ小屋よりちょっと大きいんですが、ベランダにですね、鉢を6種類も置けば両取りできる仕掛け苗からなら12種類のフルーツを収穫できますし、野菜でもそうです。日本の多くの方々には信じられないかもしれませんが、キュウリナスのナスですね、ナスとナス苗、あるいはナスの果実と、それから地卵を使って、その合体苗からナス、野菜のナスですよ、も収穫できれば、それから卵、エッグも収穫できるわけです。そうしたらベランダにそういうものを置いておけば、ナスも食べられるし、卵もケージに入れられた哀れな鶏の卵を買わなくても、自分のベランダで卵も取れるわけです。ナスの合体苗からね。まあそういうことで、私はうさぎ小屋のベランダでも6種類の合体苗を作っておけば、12種類の食料を間に合わなくとはいえ、量的に間に合わないとはいえ、とにかく自分たちで作ったものをベランダ栽培ででも得られるんだ
ということで、こういう栽培法に興味を持って本年から少しずつ紹介を始めているわけなんですね。